こんにちは。今日はこちらのポーチにチャックをつけていこうと思います。結構まっすぐこう編んでこれたんじゃないかなって思います。こんな感じのね、柄になります。可愛いですね。なんかハートがいっぱいって感じでこんな感じでね、単色でもめちゃめちゃ可愛いと思うので、はい。ではチャックを作っていくんですけど、まあね、これぐらいで多分メガネも入ると思うんですよね。こういう感じで、でもこういう風にね、一回やってみて、まあちょっと足りなさそうだなって私は思うので、もうちょっとだけ足して長くしてね、どうですかね。はい、ちょっとメガネ入れてみたんですけど、こんな感じでね、まあ余裕で入るので、まあサングラスとかはね、ちょっと幅取るから無理だと思うんですけど、メガネぐらいだったらいけるかなって思うので、まあ、これで完成していこうかなと思います。ちなみにサイズが9センチぐらいですかね。9センチの、横幅が25ぐらいですかね。これでちょっとつけていこうと思うので、まあここでカットしたいんですけど、あのチャックをつけていくときに、まあ、この編み方だとね、細編み、鎖編み、細編みってなってね、鎖編みのところをね、こう縫い付けていくのがちょっと難しいので、細編みで、2周ぐらいちょっとやっていこうかなと思います。でこっちが裏で、まあね、今ここで終わって次逆になるんですよね。なんですけど、あの表に返した時に、細編みが、こっちが表なんですけどね、細編みはずっとね、こっちでこういけるような、わかりますかね、一番最後が表を向けた時に細編みをしていく状態で終わりたいんですよね、私。なのでまあ本当は裏返してやるんですけど、まあね、まあ、裏返してやりましょうかね。こっちが裏なので、まあ、表に返して2段やろうかなと思います。こんな感じで、まあ、2段ぐらいはまあ、まっすぐ行くかなって思うんですけどね、細編みで同じ方向で編んで、なので2段細編みをしていきます。なのでここからはね、ここからはっていうか2段、まあここは鎖編みなのでね、根元から入りますよね。根元から細編みして、まあこうやってね、1個ずつ拾っていくだけなんですけどね、まあ1段で足りたら1段で終わりたいと思うんですけど、まあ様子を見てって感じですね。うん、でも1段でこう細編みしても、やっぱりこういう、何ですかね、まあ大丈夫かな。ちょっと一回こうやって一通りっていうか、一段やってみて、ちょっと様子を見ていこうかなと思います。こうやってね、全部に細編みを入れていくだけですね。普通の細編みですよね。こうやって入れていきます。こうやってぐるっと一緒やっていきます。はい、ここでこれをね、縫い付けていく糸を選びたいんですけど、このチャックのね、黒でやってもいいと思うんですよ。でもチャックの黒を合わせると、ここにね、まあ、出ないようにはしていくんですけど、まあ、見えるようになったりとかしちゃうので、まあね、私はいつもこのチャックの色が濃いかったら、まあこっちの薄い、まあどっちか薄い方に合わせるかなって思いますね。こっちよりチャックが薄かったら、チャックの薄い、でもね、ここに出ることを考えて、なんか出ちゃうのが嫌だなって思う方は、まあこの表面っていうかね、編み目の糸で合わされた方がいいのかなと思いますね。私もそうしてるのかなもうその時々で、なんとなくこう合わせてやってるから、ちょっと、まあ、その時々で変わってくるんですけどね、多分本当はね、これが一番、これとね比べてこっちの糸が
太いからこれ1本でやりたいんですよね。1本で縫い付けるか普通の糸で縫い付けてもいいと思うんですけど、私は結構ね、せっかくなんでこの色が合うからね、ここに使ってた糸だから、なんかこういうレース糸を使って縫い付けていくんですけどね。まあね、1本でやりたいんですけどね。まあでも5本取りで編んでるものだから、まあ1本でも十分ですかね。まあ2本取りで最初やろうと思ったんですけど、こう縫い付けていこうと思ったんですけど、まあ1本取りでやっていきましょうかね。この糸でちょっとやっていきます。このピンクのね、薄い糸で。でこれを普通の針はね通らないから、とじ針の一番細いタイプ、これをね、さっき糸始末をした糸ですよね、これをまあ適当な長さでカットしておきますね。こんな感じで、でね、もうここでこう玉留めしておいて、でここからはね本当にね、まあここからもね本当に独特な感じなんですけど、まあね、この両端をこう、まあ、ガマクチの時みたいにね、まあこの糸でやってもいいですよね。こうね、柱っていう印をつけておきます。まあマーカーとかでもいいんですけど、まあマーカーだとねなんか引っかかったりとかいろいろあれなので、まあ糸でやっていきます。こんな感じで、まあ本当はね毛糸みたいなやつで一本でこう引っかかるような糸でやった方がいいですよね。ここまあね面倒なのでこのままの糸でやっていきます。でこっちもねこう下の方でね、まあ、大体この辺だなっていうのを見たいだけなので、でね、あって印をつけておきます。まあこのねチャックの付け方もなんかね正式な付け方がどんなのかももう覚えてないっていうか分かってないんですけど、だから本当にねなんか私が勝手にやってることなんで、まあここもね合う合わないがあるんですけどでね、チャックのここをねこうギュッと持っといて、まあここはね動きたくないので、ここはちょっとねかがっとくっていうか、そうですね、まあこの辺でここに縫い付けたいので、まあ、ちょっと離れた、ここの縫い付けるちょっと離れたところにこう動かないようにね、まあ後で取れるようにしといた方がいいですよね。取れるようにまあ縫い付けとくっていうかやってる方がいいのかなと。私もねなんか前やった時とやり方がね多少変わってたりとかもするから、まあね私なりにねこうやった方がいいんじゃないかなとかね、いろいろこうやりながら変えていったりとかもしてるんで、前と違うかもしれないんですけど、そこは多分良くなっていってると思っているのでこの新しい今やってる方がねいいのかなと思って思っていただけるといいのかなって。こうやってねちょっと動かないように止めておきますね。まあここでこう結んでおいてもいいですよね。しっかり留めておきたいので、まあ後でカットして取れるし、ここはねこういう風に置いときますね。こうやってで、まあね私はねガマ口と同じでね、まあ大体こう合ってるか見ますよね。ここの金具のところからこの金具のところまで大体まあ合っているなって感じなんですよ私は。
こう、ここをね、まあ私はね、もう、ここもね、クリップみたいなの止めないんですよ。ここの中心が、こうなった時に、この、今、見にくい、また見にくい糸でやっちゃったんですけど、この糸をね、くるようにしたいじゃないですか。だからまず、ここで、止めるんですよね。まあね、ゆっくり説明しながらっていうのがまたね、がま口の時みたいにどうやってたかなみたいになって、ちょっとねどうやってたかなってなると思うんですけど、こうね、まあここでつけたいなってなるじゃないですか。そしたらまあね、最初この見えないところへんでちょっと糸を止めときますよね、とりあえず。こうね、こういう風に、糸を止めといて、なんかいろいろなとこに引っ掛けて、こう止めておいて、まあ本当にね、なんかこの付け方がはっていう感じだったらね、まあ他の付け方を見ていただいてって感じにはなるんですけどね。なかなか私の付け方が合う人はいないと思うんですけど。でね、まあここに出てくるんですよ。ここね、ここの線をずっと拾っていくんですよね、私。で、一回外に出しますよね。でも後ろで止まってるから、糸が。ここはずっと合わせる感じですよね。ここはね、チャックでこうやっといてもいいですよね。でも私はちょっとやりにくいかなと思うので、いつもここで止めてね、なんかやってるんですけど。で、こう後ろにして、で、後ろもね、ちょっと引っ掛けるように止めますよね。ちょっとだけね、ちょっとだけ引っ掛けて止めます。まあね、このまっすぐ行くようにを想像しながら、まあここだなっていう大体ですよね、大体のとこで、手前はここに帰ってきます、必ず。で、またこっちからはここの線のとこに入って、まあ、最初と最後はね、必ず返し縫いしてます。こうね、こうやって邪魔になるんですよね。こうやってね、やります。これもね、本当にがま口と同じぐらい時間かけてやってるんですよ、私は。で、グッとね、やっといて、でね、ここもう本当にうっすらしか見えないから、まあね、ここっていうところを決めていくんですよね、自分で。で、大体この辺に来たところまでこう返しでね、何回か通って、ここの後ろもちゃんとね、まっすぐに行ってるかなって見た方がいいですよね。こんな感じでね、これが引っかかってくるんですよね。ギュッとしてね。で、まあもうちょっといけるなって思うから、もうちょっとここのね、ここを取りますよね。で、また返ししておいてっていう感じでね、まあ、何回もね、思ってみて裏見て、思ってみて裏見てですよね。こうして、
こうちょっとここに刺してみて、刺したところでこうなんて言ったらいいんや、こういう風にしますよね。あ、こういう時はねちょっと分けてやった方がいいと思うんですけど、あ、こういう風にね、だいたいこれぐらいでつけたいなっていうところあるじゃないですか。で、そういうところをこう合わせて、合わせたまんま針抜いてるかな、針抜いて、で、ここでまた止めたいからまたこっちの方向を向けてまたここで返しをするんですよね。こうやって、まあちょっとだけでもいいですよね、返しになってたら。こうね、でまた裏向けて、まあ、理想はねこうこう直角にやりたいんですよね。裏もね、黒でやってるわけじゃないから、思いっきり全然違う糸でねやってるから、まあ汚かったら変かなと思うので、まあね硬いんですけどね、このとじ針でまたやってるからね。あら、こうやってもつれちゃったりとかもするしね。持ってる時にねこうやってもつれるのが一番ね私も困っちゃうんですよね。もつれてる。ちょっと止めます。はい、解けました。でね、またこういう風にね後ろを見て、で、こうやってね、ずっと合わせていってるだけなんですよね、私は。まあ、あとはもうずっとね、こうやってバランスを見ながら。で、ここの線をね、決めたら、もうずっとこの線で、こう、透かしてみるっていうかね、こうやって見ると、まあ大体見えてくるんですよね。まあ、黒だからちょっとね、見にくいんかもしれないんですけどね。で、こうね、ここの線でずっとねこの辺だなってなって、でこの辺をずっと拾っていってるだけなんですよね、後ろは。ちょっとねカメラ越しだからねちょっと見にくくて、あ、この辺かなって。で、前はここを拾うからね絶対、こういう風に。で、またこう変えるとこもここ通りますよね。で、エラーはもう絶対ここに通るから、ここに刺した時にも引く、決めたとこが刺さったら引くっていう感じでね、一目一目こうやってやってるんですよ。まあ、この幅もねそんな広すぎたらちょっとビヨンってこうやってなっちゃうから、まあちょっとまあ大体な、5mm、ここからね 5mm とかその辺がいいのかなって思いますね。で、前はこうこんな感じにね私はやってます。だからね、他にもね楽なやり方っていうかたくさんあると思うんで、楽なやり方っていうかいいやり方、私はねこの付け方以外はやらないっていうか、まあ探す気もないんですけど、まあこの付け方でしててもすごい楽しいからね。あ、そう、なんかねその自分のねやり方を見つけるときに、楽しくできるか楽しくできないかっていうのもねちょっと選ぶポイントっていうかね。だからもしこの私のものをね、私がやってるのと同じ感じでやられる場合もこうやってみられて、まあ、やってみないとわからないじゃないですか。で、やってみられてなんか面白くないって思う方は他の、まあ、動画なりね本とか見ていただいてって感じですよね。やっぱり結局ね楽しくないと続かないし、私はねこのやり方でめっちゃ楽しいんですよ。釜口もね
なんかね、見る人によってはね、そんなあの面倒くさそうとかね、なんかいろいろ思われることはあると思うんですけど、私はね、なんかすっごい時間かかっても、これの今もね、めちゃめちゃ楽しいんですよ、これだからね、私もチャック付けとか、こう見る人が見たら面倒くさそうとかね、思われるかもしれないんですけど、こうやってやっぱり洗濯バサミとかでね、やった方がバランス取れるし、まあ、あると思うんですよね。たまにこうやって全体を見た方がいいですよね。全体を見て、まあここで押さえといて、こう押さえながらこう手繰り寄せてきてって感じでね、決めていくんです。私はこうやって大体こうだなーって、だから本当にね、まあこのチャック付けに限らずね、何でもそうですよね。本当に楽しいって思えないと意味がないと思うから、まあね、やる前から変だなって思われたらもう、あのこの動画もね、見ない方がいいと思うしいや本当そうなんですよ。なんか時間がね、無駄になると思うしね、私はね。でも本当にね何て言うんですか、私は好きな YouTube のことをね、見ているとね、なんかその方はもう私より10ぐらい年下なんですけど、なんかね、二言目にはね、時間を無駄にするなみたいなことを言われてるんですよ。なんか私より全然若いから、もう時間なんてめちゃくちゃあると思うし、なんかそういうふうに思うじゃないですか。でもね、なんかほぼね、ぼーっとしてる時間がないみたいな、そんな話。なんかぼーっとしてる暇があったら本を読めみたいなね、感じの人で、なんか情報こそ全てだみたいなね、なんかだからなんかね、周りの人にね、行き急いでるって言われるらしいんですよね。でもなんかその人からしたら、逆になんで行き急がないんやって思うらしくて、言うらしくてね、その言ってきた人に対してめっちゃ面白いですよね。でもね、確かに本当そうなんですよ。無駄なね、ものとか、もう本当に、まあ、断捨離じゃないですけど、カットカットしていかないと、いつまでもね、生きれるわけじゃないしねっていう、その人が言うんですよね。だからそれこそね、その人が言ってたんですけどね、アンチコメントを書いてる暇があったらみたいななんかもう本当に命の無駄遣いみたいなこと言ってるんですよ。その何にもならないことに対してね、なんかいろいろ書く人とかいるじゃないですか。でも本当にね、やっぱりね、合う合わないがあるから、だから本当に私もそうなんですよね。なんか動画、他の方のね、まあ、手作りに限らずいろいろ見るじゃないですか、動画で登録していってるけど、この人全然なんか、まあ、私に合わなくなってきたなとか、その登録した時はね、合うって思って登録してるけど、まあ、合わなくなってきたなとかあるじゃないですか。じゃあね、もうバンバン消していったりとかしてるんですよ。まあ、そのある時点でこう無駄だから、そういう感じですよね。だから私ね、本当に登録者がね、4000人とかなった時のありがとうございますっていう動画のとこでもね、なんか嫌なら見ないでくださいぐらいなことを言ってて、何ですかね、もうすごいアンチコメントとかあったからねもう登録しないでくださいとか言ってるんですよだから私ね、登録者の数字とかも全然関係ないって思ってるから、やっぱりね、私はまあ、私がね、こう発信してる情報が誰かの役に立ったらいいなって思って発信してるだけだから、なんか本当にそれが役に立たないって思われるんやったら、本当に
登録外してもらってってした方がその人のためにもなるしねって思ってるんですよね。うん、なんかねえ、その合わないのに私のものを見られてね、でなんかその見てたらやっぱり腹立ってくるじゃないですか、合わないからいやだからね、私腹立たれてもって感じなんですよ。私は私好きな感じでねやってるから、でも本当にお互いにとっても悪いしって感じなんでね。なんか私はね、全ての人にね好かれようと思ってやってないんですよねなんかその YouTube の方のものを聞いてからだと思うんですけど、もう全ての方にね好かれようと思ったらなんか本当にね私のことを、私の情報をね好きで見てくださっている方にまでね、なんかなんて言うんだろうな、なんかに向けて発信できなくなっていくんじゃないかなっていうのも思うし、言ってること分かりますかねもうね、いつもね喋るつもりじゃなかったこととか喋っちゃってなんかこういう風にやってるとなんかいろいろ考えますよね。だからね、あ、ちょっとずれましたね、変なこと言ってるからそうですね、なんかその方が言ってたのはね、ネット社会でもね、実社会でもみんなに好かれようと思うなって言ってましたやっぱりなんていうんですかね、限りある命だからね、私も私のことをね好んで見てくれる方のためにね、同じやってるんだったらやりたいじゃないですか。だからそういうね、私のことをね批判してくる人のに見られるのも嫌なんです、私は。なんて言うんですかね、でもほとんどの人はね、みんなに好かれようとしたなんかそういう発信の仕方っていうかしてると思うんですよね、やっぱり。だから私は本当に変わってると思うんですけど、でもその人の動画を見てるとね、本当にうん、なんかそういう風に思えるんですよね。いや本当に成功されてる方やしね、すごい説得力があって、やっぱり成功されてるってことはやっぱりね、考え方も合ってるんやと思うし、だからその人が言ってたのはね、なんか嫌な人にはとことん嫌われようって言ってたんですよこんな感じでずっとね、だいたいこう見えてくるんです、ここですよねってで、ね、でも本当にね、私も実社会でもそういう風にね、この人は私のことよく思ってないんだろうなってあるじゃないですか、やっぱり。そういう人とこうね、会わなくなったりとか、したり、やっぱり切るってことは無理じゃないですか。でもこう会わなくしていくっていうね、そういうことをしたり、だから逆でね、好きな人にはもうバンバンこう、私はねこう誘うタイプじゃないんですけど、誘ったりもするんですよね、大好きな人は。そういう感じで、なんかね、その人が言ってたのは、もう人間は断捨離しようって言ってました、やっぱりね、物もそうですけど、無駄なものに囲まれてると判断力が鈍るしとか、
無駄なお金も使うしね。だからそういうこと言われてましたね。全然関係ない話してて、これぐらいでね。まあね、カメラ越しでやってるからね、ちょっと見えてなかったりするんかもしれないけど、私がね見えてなくて全然違うところに刺してるんかもしれない。でも色が全然違うから分かりますよね。こう大体ね、こうまっすぐなっていくんですよね。なんかね、全然色が違ってもまっすぐこうやってなっていくと、まあ開けた時もまあ全然うわってならないですよね。汚ってならないから。これがね、めっちゃ楽しいんですよね。何が楽しいんかって言われたらこれだっていうのは言えないんですけどね。まあ時間がかけてやってるから楽しいのか。こうやってね、たまに見ますよね。じゃあこれぐらいだなっていうので分かって、またここからこう刺してみてね。ここは長かったらまたこの辺で持ってみたいな感じでね、ずっとやってやっていくんですよ。これも一本が結構太いから、太いっていうかね、しっかりしてるから、でこう返しで塗ってるからね、結構丈夫だと思うんですよね。こんな感じでずっとこうやって一人でねやってるんですよ。また裏編みて、あ、ちょっともずれたかな、外れてないかっていう感じでね。もう一目一目ですよね。で、他になんかやりやすいやり方があるのかな。これをね、誰に教えてもらったのかも、もうちょっと忘れたんですけどね。外れてますよね。ずれたらこうやってね、抜いてこうやってねやってるんですよね。すらだからね、間違えた時もなんかすぐ分かるように、一目一目こうやって見ていくとね、今ずれたから一個しかほどかなくて済むじゃないですか。もう見ないでやってて曲がってたら、もうずっとほどいていかなきゃいけないから、人も一目見ていた方がいいですよね。できた後まっすぐ行ってるかとかね。え？なんで釣れたんかな。ちょっとここかな。こんな感じで。でもこれがね、できた時すごい嬉しくて、まあ時間がかかってるから嬉しいんですよね、きっと。ね、あ、前のね、あのビーズのとこでもね、何でしたっけ、あのビーズをね、こう刺繍糸にね、こう針をこう入れて、針にこの刺繍、ん？このレース糸をね入れて、でビーズを一個一個取っていってたんですよね。でなんかその、でなんかその、なんていうんですか、そのビーズをこの針に通した時に、こういっぱい通してから、ここでビーズが詰まったら、このビーズを取るためにここのビーズを全部取ってからまた入れるみたいなことを言ってて、でその動画でもね、なんかそんなん時間の無駄みたいな感じで書いてこられた方がいられて、いや、そんなん言われてもって感じじゃないですか、私は。だから無駄やって思うんやったら、なんか見ないでくださいって思うんですよね、私は。いや、私もね、いろんな、その方が、なんていうんですかね、
あのその冷水筒をね、こう冷水筒の先をこう固めてでやった方がいいみたいな、そっちの方が早いでしょみたいな感じでね、なんかその書き方ですよね、書き方でまた私もね、なんかあのまあイラッとくるじゃないですかで、あの何でしたっけ、そっちの方が断然いいみたいなことを書いてあって、まあもう消したんですけどねで、あの何でしたっけ、でなんかそのなんて書いたのかな、ちょっと今思い出したけど忘れちゃったな、何やったっけな、あなんか時間の無駄みたいなの書いてあって、でも私もそのやり方やってるんですよ、やっていろいろやって、私はその針に通してねやった方が早いと思うからやってるんですよね。だからね、私もいろいろやり方をやってるんですよ、やってるんですけど、やっぱり人によって合う合わないってあるじゃないですか。だからね、私はそのやり方でやってますって感じでね、なんかそれを無駄って言われてもって感じなんですよ私はいやでもそうですよね、なんか一つのことにしてもいろんなやり方があるから、それをねなんか全面に否定されてもって感じなんですよ私は。逆に否定されたら嫌じゃないですか、自分がね好きでなんていうんですか、自分のやり方これがすごい自分の中でね合ってるっていうやり方をね、いやそんなんダメみたいな、だからねその方は多分ねなんか普通の生活でもねそういうこと言っちゃうのかなって思ってね、ちょっと気をつけた方がいいですよねなんか心理的にもなんかね、人間ってそういうね、なんか頭からね否定されるのって嫌うから、いや本当にねそういう心理があるんですよ。だからね、やっぱり言い方ってすごいありますよね。同じことを注意しても、まあこの前のね何だろう、アメリーをメアリーって言ったんとかもね、なんか多分その人が言ったらなんかメアリーじゃないでしょアメリーでしょみたいな感じになると思うんですよでもねこの前紹介した方はなんか同じ指摘するにもアメリーをメアリーって言っちゃうモコ太郎さん可愛いみたいな感じでねそういう言い方で指摘される方もいられて、でもね本当にどっちが聞いてて気持ちいいですかっていう感じですよね。いや私だけじゃないですよね、本当に人間心理っていうか、人間誰しもね同じこと思ってるから、思ってるらしいから、いやそういうのもね、なんかその方がねいろいろ喋られてるんですよ、その私の好きな YouTube の方がここまで何分かかってるんだよ、22分、結構かけてるんですよねこれ。だからねその人がねこの動画を見られたらね、またなんか時間かけすぎとかって言ってこられるんやと思うんですけどいやまあ私はですよね、私のやり方はこうですってことですよね、何回も言ってるんですけどここもまた変な話してるからずれちゃう、こう見てもずれてますよねここ。でも他の YouTube の方はこんな話しないですよね
いや本当にね、私はなんか変な人っていうかね、なんか感情的な人をなんか近づけたくなくてこうね、病んでいいことを言っちゃってたりとかするんですけど、忘れちゃった、まあ、こういう感じでね、ずっと最後までここまでやっていきます。まあ、ここはねこう来るから、こうですよねまあちょっと手前ぐらいでこの金具が来たらいいんかなっていう感じですよね。こういう感じでここまでやっていきます。こんな感じで最後のとこはね、ここの金具のちょっと5ミリぐらいですかね、行ったとこまで行って、ここでずっと返ししました。何回かで、ここに刺して、一番最後のここに刺して、あ、どうしようかな、そうですね、刺してでね、表に出してきてから、ここはね、チャックを開けてやっていこうかなと思うんですよね。で、ここはもう止まっているから、ここをね、角張らせないといけないんですよね。ここね。で、ここに、まあ、とりあえず刺してみて、まあね、ここをね、説明するのがちょっとね、難しいんですけど、やりながら、っていうのがね、まあなんせここを直角に行かせたいんですよね。でこうやって見たいから、ここをねチャック開けました。こんな感じで刺してみて、ここで調節してみてですよね。こんな感じで、これでね、ここはここの下通ってて、で、ここは、この金具より下通ってね、大体この辺かなっていうところにね、こう通してみますよね。で、ここもね、何重かこう、返しをします。で、針を刺して、またここに出てきて、で、またここでね、何回かやっときますよね。こんな感じで、ここをね完璧に綺麗にするっていうのがね、また難しいんですけどね、時間もかかるし、こんな感じでね、で次ね、ここはもう止まっていると思うので、次こっち、またね、こっちはとりあえず刺してみて、で裏見てね、この分だけで調節しますよね何回も邪魔してくるんですけど、こんな感じでね、まあ大体ですよね、大体ここもね、こういう風にちょっとまたいでみたりして、こっち側のねところをちょっとすくってみたりして止めますね。でまた同じところを返しで止めておきますね。こんな感じでグッとね引っ張って、ちょっと硬いですね。ここでね、こんな感じで、まあね、どうなんだろう。で、ちょっとまあいけてるなって思うんですよね、私は。で、ここのね、次またここからこう
進んでいくっていうところまで、このここをねずっと返しで塗っていくんですよ。めっちゃ手震えるんですけど、こんな感じでね、あ、ちょっとずれたかな、あ、ずれてないか、ちょっとカメラ越しはねちょっとやりにくくて、いつもねなんかお腹に抱えてやってるかな、なんかテーブルの上でやるのがねもうやりにくくて、ちょっとまあ、大体雰囲気的にはこういう感じでやってますって感じでね見ていただければと思います。こんな感じでここもね返しにするんですよね。返しでやって、まあ、ここはね本当に止まってほしいから何回もしときますね私は。こんな感じでね、こんな感じかな。やって、なんか入れにくいですね。なんでやろ。まあいいかなこの辺で。でここでね、またこういう風にやってくるんですよね。なのでまたここと同じで、この最初と同じでね、ここでまた決めたところで返しで何回かしてずっと始めていくんですよ。ここもねちょっとやりにくいんですけど、あのクリップで留められる方ってここはどうされてるんかなね、ちょっと同じ感じでやられてるんかな。だってね、何回か返しで、あ、こうやってね、やってるんですよね。本当にここはね、やりにくくて、これもあるしね。こんな感じでね、あの、ちゃんとしたところに、こう出てこなくて、ここかな。ほんと一目一目って感じですよね。でここに刺してこんな感じで、まあ、何回かしたので、まあずっと進んでいきますね。またさっきと同じようにこうやってずっとつけてるんですよね。でここもねこう、ここはね全体を見るっていうか、まあ、ここをとりあえずつけるって感じですよね。こっちの端めのところは、もう左手がめっちゃ震えるんですけど。でまあね、とりあえず刺しますよね。とりあえず刺さないと始まらないからね。でここでねちょっとこう見てみて、まあねちょっと違うなーってなったから、ここで調節してもいいですよね。こんな感じで、でまたこうね裏見て、ずーっとこの繰り返しですよね。私割とね単純作業が好きだから、まあ、全然これはいけるんですよね。なんか単純作業が苦手な人っていますよね。全然私は
もうね、2個目またポーチつけ、あのチャックつけるっていうのも全然いけるかもしれないぐらいいけるんですよね。だからね、たくさん作りたい方はあのフリーマーケットとかね、私はいつもねこの編むところばっかり全部やって、あのブローチとかと一緒ですよね、あと全部チャックつけていくみたいなやり方とかもしてるんですよね。まあその方が早いかなと思って、そのねチャックを連続でつけていくのもね全然いけるんですよね私。もう面白くて、こういう感じでね、またずっとここまでやっていきます。こんな感じで最後までやってきました。で、この金具の、5ミリぐらい下ですかね、ここまでやってきました。で、一番最初にここ留めたんですけど、この留めたのをちょっと外していこうかなと思います。まあ後で外してもいいと思うんですけどね、こんな感じでね。で、ここをね、あとここ角張らせないといけないからこうなるじゃないですか。こうなった時にここの金具が合うようにしたいので、まあこうですね、こうなった時にもうちょっと下かなって思うので、もうちょっと返しでね、ここまで編んで、編んでいくんじゃなくて縫っていこうかなと思います。まあね、様子を見ながら、ここが一番神経使うとこですかねこういう感じで、ね、で、これぐらいだったなって思うからこれぐらいのところに針を刺して、で、こっちはね、このスーッとここ通りますよね、この下で、こういう風にね、ここで返しを何回かしとこうかなと。結構ここはカチッと止まってほしいので、まあ、3回ぐらいしておきましょうかね。3回っていうかここでいいかな。で、こういう感じで終わりたいので、まあね、このまま横に行ったらいいんだなって思うんですけど、まあここですよね、一回表に出していきましょうか。表に出してきて、こういう感じになりたいので、まあここの横を通ってね、でこう刺した時にここはね直角に行くようにしたいので、ここで刺すところをねこうずらして決めていきますよね。こういう感じで、まあ大体ですけどね。でこういう感じでちょっと見てみて、まあいけるなって思ったらこう、まあ、ずっとそうですね、刺していけるなって思ってから引いた方が、まあ後にか、なんていうんですかね、失敗しないっていうか失敗しにくいですよね。こういう感じでね、ここも返しでちょっとやっておきます。ここも結構ね止まってほしいから何回かしますよね。こんな感じで、で最後はこことここがぐにゃぐにゃってなってるから、こことここをつなげようと思います。なので、まあこっちから行った方がやりやすいですね。ここはね、ここを先に拾って、でこうなので、上からねここを拾ってしようかなと思います。上から拾って、でも必ずここには帰ってきてって感じですね私は。でこうやってねやってみて、こうやってやった方がねやりやすい、どうやってやった方がやりやすいんかな。そこで何回かねやっときます。
何回か。なんか硬いんですよね、この辺になると。まあここのね、流れでここもちょっとコーティングっていうかされてるからだと思うんですけど、針が入りにくくて、こんな感じでね。うん、でもいつもね、多少ね、まあ、その時の場合によってやり方は変わってると思うんですね。私はちょっとここでね締めてみます。あ、いけますね。でちょっとねこう形を整えてって感じですね。うん、こんな感じで、まあ、いけるので、ここもなんとなくいけますよね。それで完成しようかなと思います。感じでね。でここに糸始末っていうのもねちょっとかっこ悪いから、あのね、この下のところに針を刺して、ここで糸始末しようかなと思います。こんな感じでね。でここのねピロンってなってるのが、まあ気持ち悪いなって方はね、まあボンドで留めてもいいと思うんですよね。こうね、どうなんだろう、まあ、こことかもね気になったらボンドとか留めてね、こうやってもいいと思うんですよ。こんな感じで。でも硬くなっちゃうかな、ボンドでやったら。まあ、私はいつもねこのままなんですよ、ピローンってしたまま。でこういうところもね切り忘れがないかなってこちら確かめてやりますよね。でこういうのも取ってこうやって完成になります。こんな感じで、ちょっとメガネ入れてみようかなと思います。まあメガネは余裕で入りますね。まあ、結構ね、あの化粧ポーチみたいな感じでも使えるんじゃないかなっていうぐらい結構いい感じのサイズにできました。はい、こんな感じでね、結構あの色もねいろいろ組み合わせたりとかしても全然違う雰囲気になってね、柄も可愛いし、簡単に細編みと鎖編みでできる柄なので、ぜひやってみられてください。黒も合ってましたね。今日も最後まで見てくださりありがとうございます。